なあちゃんの人見知り度合いが結構ねすごかったんですよ。長瀬丸かなり、もう入ってだいぶマシになったんですけど、うんうん、もう入る前まであのレジ、自分がお客さんでレジ並んで、うん、お会計すんの もう緊張して、え、お客さんやのに、はい、なんか 手汗がもうすごくて目も合わせられへんくてって感じだったんですよ、うん、初対面の人とも全然、なんかすごい警戒してて、いつもで、まあ、入ってからだいぶ今マシになったんですけど、え、じゃあ七瀬丸がレジしてお釣りもらう時とかもベッタベタなってな自分でも引くぐらい手汗すごくて、でよくほら丁寧に両手で返す、あ、店の人とかいるやん、はい、うん、あのとこだともう余計そうですね、なんか、うん、でも似た者同士やからこそみんな仲いいんかもしれへんね、うん、そうですね、うん、確かに。じゃあ私の歌詞を、はい、はい、何にも分かっていないんだ自分のことなんて、真実の叫びを聞こうさあ、というこの一節なんですけど、まあ、この君の名は希望の中では恋愛においてこうなんか人を好きになって、あ、こんな自分がいたんだみたいなことの、自分ってちょっと分かってなかったな自分のことっていうことなんですけど、で例えば皆さんなんかこう乃木坂に入って、あ、こんなとこあったんや私みたいなんてありますか、意外な自分発見みたいなんて。やっぱ私はさっき言ったように人見知りが治って、さらになんか消極的やったんですよ、いつも。授業で手とかあげるじゃないですか、とかも全然あげない、分かっててもあげないタイプだったんですよ、あ、もう授業中とかこれ分かる人みたいなのも、そう、分かっててもみんなの前でこう立って言うのが嫌やったから絶対あげなかった人なんですけど、今ではもうはいって普通に言えるぐらいになったんで、やっぱりだいぶ変わりましたね、そんなちょっと積極的に自分慣れてるなと思う。乃木坂入ろうって決めた時はすごい決心だったそれ自分で決めたの？あ、それも実はお母さんが見つけてきて、でなんかまあアイドルほんま自分には向いてないと思ってたんで、けどなんか一期生で公式ライバルってすごいなんか面白いなと思って応募した感じだったんで。お母さんが変えてくれたんや、あまりにも引っ込み思案だから前に出してあげようかな思って出してあげようってなってな、お母さん、ね、どっちかっていうとでもサヨリンは私の中で結構まだチャキチャキじゃないですけど、明るいイメージが結構そうで、乃木坂の中では積極的なんですけど、でも私も入る前はあのコンビニでチキンとか買えなくて。なんで？なんで？わかるやんね。そう、レジとかに行ってチキン買おうって思うけど、そう、いつのタイミングで言っていいのかわからへんし、しかも向こうはなんか作業してはるから、なんか邪魔するのもあかん。お客さん。おでんとかチキンとか買ったことがなくて。ファミレスとかの注文も絶対自分で言えなくて、友達とか親に言ってもらったりとか、何やりって。そう、私これって言って、言ってもらったりとかしてたので。なんかすごい私ももうすごい性格変わったなと思います。